됐어. 声がさ、わー！
そうですね、昨日もね、出演させていただいてね。そうそうそう、うん、今日もね、この公園にね、たくさん声を響かせてね、あのちょっとでも聞こえたらさ、来てくれるかなと思って、うん、今すごい大きな声で歌いぶりですって言ってみたんだけど、うん、もっとみんな来てくれるにはさ、やっぱみんなの力がいるかなって思うんですよ。そう、ね、そう、まず歌をそのちょっと遠くからでも聞いてもらって、そうそう、あ、いいなって思って近寄ったら、そう、みんなすーげー楽しそうなっていうことで、うん、次はみんなが大好きなあの曲をやります。なんでしょうね、はい、とってもね、みんなで暴れられる曲になってます。タオルお持ちの方、片破りのタオルじゃなくてもいいです、なんでもいいので一緒にあの回していただけたらな。そして片破り、あのとてもいつもやっているツーステというものをね、みんなで一緒にやっていきたいと思いますので、見よう見まねで構いません、一緒にタオル回しながら、ツーステ踏みながら一緒にやっていけたらなと思いますけども、皆さん準備いいですか？もっともっと声出せますか？まだ今日も私に
移動して、なんと秋の大運動会が行われます。イエーイ。今日ここにね、
一緒に移動しますので、今日来るよって人いますか？はい。あ、ちらほらいますね。今からも予約ね、できるっちゃできるので、ぜひ型破りに相談してみてください。そしてこの後、物販もやらせていただくんですけども、チェリッシュさんの出演後に型破りとチェリッシュで一緒に物販します。こちらではね、いっぱい交流とかも500円からできますので、話してみたらね、意外とメンバーの印象変わったりする。私のね、好きなもの、イノケンピなんですけど、相方ちゃんはね、怪人とかビーフジャーキーが好きだったり、ちょっと意外とおっさん臭いところいっぱいあるので、ぜひね、話してみてもらえたらまたイメージ変わるかなと思います。なので、ぜひ、型破りこれからまた応援してください。よろしくお願いします。今言ったことちゃんとみんな覚えた？覚えた？わかんなくなったら物販に来てくださいね。それでは、今一人ですが、以上！